母親を直撃。ロッテ佐々木朗希22が右腕電通マンと決別した。ならよかったやん。右腕電通マンの五感好き。ついに諦めたか。やったぜ。右腕電通マンってなんやねん。ペラペラ余計なこと言って担当変えられたんか。まあこの書き方やと別の電通マンが新しい担当としてくるのかもしれへんねんけどな。他の電通マンがつくだけやから何も変わらないやろ。朗希の悪評ばかりが広がったからな。全てをなくしてから電通を切っても遅いんだよな。だから最近球団の YouTube とか写真出るようになったんか。前は試合以外全然出なかったな。右腕電通マンって佐々木本人のことかと思ったわ。佐々木朗希の別称でありそう。右腕電通マン。右腕電通マンとか右腕にだけめっちゃスポンサー広告入ってそう。右腕電通マン、投げそうな球種。じゃあ左腕は何なんだよ。全身電通マンもおるんか。エグゾディア的なあれかな。封印されし電通マンの右腕。逆に言えば本当に電通とつながってたんやな。なんかいろんなものから決別しとるなこいつ。てめえの言う通りにしてても今オフにメジャー行けなかったじゃねえかって感じで切れて切ったんかね。左腕白鳳堂マンが出てくる模様。金になるから人儲けするためにうさんくさい連中が次から次へとやってくるのか。電通なんかよくわからんけど好感度あんま高くないし、大谷みたいなスターにならなさそうやし、もうええわ W。正直この電通マンは佐々木のブランディング下手すぎや。広告会社なのにイメージ下げまくったの草。選手会とファンに嫌われただけで何も得られませんでした。読めないから全くわからんけど、結局この電通マンが諸悪の根源だったってこと。電通マンは成果がすぐ欲しかったんやろなって。朗希がかわいそう。ロッテが悪いって世論傾けてメジャー行くつもりだったんやろな。全然思惑通りにならんかったが。朗希連れでロッテ悪朗希かわいそう論に持ってこようとしてたやつの中にも電通が紛れてたんだろうか。解き放たれた朗希はどうなんや。右腕電通マン22。土曜の先発って右腕電通マン。右腕電通マンを朗希のあだ名みたいにすんのやめえや。